ここにもないか。もうあの子が回った場所は全部行っちゃったよ。もしかしたらどこかで見落としたのかもしれません。私もう一度。四葉さん、もうこんな時間です。四葉さんは姉妹の皆さんを探しに行ってください。5人で打ち上げ花火を見るのを楽しみにしてたって言ってたじゃないですか。でも。あ、よかった、こんなところにいたんですね。さっきのお姉さんに、テンダー君。実は私たち、まだサイン帳見つけられてなくて。実は、テンダー君が渡したいものがあるって。あやや、これ、サイン帳ですか？見つけたんですね。あれ、でも、このサイン帳、ニャンダフルちゃん以外のサインもたくさん。もしかして。ごめんなさい、実は落としたサイン帳は見つけられなかったの。でもテンダー君がいろんなこのサインを集めてきてくれたの。テンダー君、早くあの子に渡してあげてってテンダー君が言ってるよ。はい、本当にありがとうございます。テンダー君、走ったから足痛いの？さっきからプルプルしてるけど。テンダー君はこれくらいへっちゃらだもんね。テンダー君、あとは私たちに任せてください。あー、サイン帳だ。すみません、結局落としたサイン帳は見つけられなくて。いいんですよ、娘を見てください。ママ見て見て、サインがこんなにいっぱい、すごい。本当にありがとうございました。いやはや、これにて一件落着ですね。まだですよ、四葉さんの方はまだ解決してません。あ、そうでした。リボンのお姉ちゃん、お姉ちゃんって分身できるの？分身？まさか私のドッペルゲンガーが。嫌だ、まだ死にたくないです。あやや、それってもしかして。ねえ、その分身した四葉さん、どこで見たか教えてくれないかな。こんな時間まで付き合わせちゃってごめんね。いいわ、ここまで来たら再会を見届けないと罰が悪いもの。パレードまでもうあまり時間がありませんね。ニノさんとミクさんはこっちに向かってるらしいし、あとは四葉さんだけか。ニノから聞いた話だと、西王星二人と一緒にいるようですが。お待たせ。ニノ、ミク。あら、そっちも西王の子と一緒なんだね。いろいろあってね。それで四葉は？みんな！四葉！あんた、よく私たちがここにいるって分かったわね。実は、いちかといつきを見た子がいて、この場所を教えてくれたんだ。何はともあれ、合流できたからオッケーオッケー。あ、見て。
始まりましたね。四つ葉ったらはしゃいじゃって。でも今回はちゃんと5人で見れてよかった。うん、そうね。聖王星の皆さん、この度は私たち姉妹に手を貸してくださって本当にありがとうございました。私たちにとって5人揃って花火を見るのはとても大切なことでした。聖王のみんなとも見れてよかった。ミクさん、やっぱり彼と見たかった花火。どうしてイチカさんがその名前を。実は最初に話しかける前、三人が話してるの聞こえちゃって。彼、遊園地に来てるの？ああ、ごめん、そういうことじゃないんだ。今回は用事があったみたいだし、足が治ったらまた誘おうよ。それにしても、用事って何だったのかしら。頼まれ事って言ってたし、バイトでもしてるんじゃない？わかんないよ。意外と近くにいたりして。先輩、足怪我してるんだ。大丈夫かな？ゆずちゃん？バイト、あのおせっかい具合。それに、足の怪我。もしかしたら、本当に近くにいるかも。あ、お疲れ様。足、怪我してるの気づいてあげられなくてごめんね。サイン集めてくるの大変だったでしょう。あ、ほら、もう引きずってるじゃない。もしもし？先輩、突然すみません。どうしても聞きたいことがあって。先輩、もしかして今、ワンダーランドにいませんか？この花火の音、やっぱりいるんですね。さっきはありがとうございました、テンダーくん。その、こんばんは、じゃなくて。私の誘いを断っておいて。嘘嘘、冗談だよ。もう花火始まってるよ。こんなにロマンチックな状況なのに、どうしていないのよ。マネージャーがアイドルを放っておくなんて、いけないんだ、いけないんだ。君に、会いたいな。みんな、先輩のこと待ってますよ。え？電池が切れそう？あやや、どうしよう、ゆずちゃん。葉月さん、ちょっと携帯をお借りします。目印はリボンの女の子です。さすがテンダー君、愛されてるね。切れちゃった。遊園地にいるのは分かったけど、これじゃあどこにいるかまでは。四つ葉さん、最後のって。ふっふっふっ、我に秘策あり。いちか、みの、みく、いつき、ちょっと耳貸して。ごにょごにょごにょ。へえ、面白そう。あんたにしては悪くないアイデアね。秘策というより奇策。いいと思います。シシシ。
皆さんのおかげで私たちは再会できました。今度は私たちが恩返しする番です。私たちでその人を探し出してみせます。無理ですよ、この人混みの中顔も見たことない人を探すなんて。確かに私たちはそうです。でも向こうは見てるよね。着ぐるみの目を通して、この悪目立ちするリボンをつけた四つ葉の姿を名付けて分身の術大作戦。あやや、みんな四つ葉さんになっちゃいました。こっちから見つけられないなら向こうから見つけてもらおうってわけね。正解、まひろちゃん100点。というわけであなたたちはここで待機、いいわね。即席だから変装のクオリティが低い。そんなこと気にしてる場合じゃないでしょ。ほら、そろそろ行くわよ。ちょっと待ってください。どうしてそこまで。だってさっきの気持ちは嘘じゃないでしょ。それは嘘じゃない、正直な気持ち。そっか、同じだね。じゃあやっぱり行かなきゃ。それでは皆さん、健闘を祈っててください。おお、行っちゃった。こんなにたくさんの人の中見つかるでしょうか。今は信じよう。私たちのために頑張ってくれてるんだもの。アイルン、花火にお願いしよう。見つかりますように。それにしても花火綺麗だね。黄色、ピンク、青、緑、赤。もしかして夏目さんも考えてた？花火の伝説のこと。鏡さん、花火の伝説って何ですか？私も気になりました。この遊園地のパレードで上がる花火にはこんな伝説があるそうです。最後に上がる花火の色を大切な人と当てるとずっと一緒にいられる。最後に上がる花火、確かパレードと同時に花火も終わるんだよね。やーん、リミット迫ってるよ。パレードが終わるまであと15分。まだ誰も見つけていないようですし、このままだと。いけません、弱気になっては。次はあちらの方を。え、誰ですか？もしかして、あなたが、西欧の皆さんが言っていた？さっき会った時とは、雰囲気が違う？実は、私たち、五つ子なんです。おかげで、あなたを見つけることができました。あ、ですが、のんびりしてはいられません。早く皆さんの元へ戻らないと。私が案内します。ついてきてください。どうされました？あ、いつきさんからだ。
はい、もしもし？あ、見つかったんだ！じゃあ、今からこっちに来るんだね。え、足の怪我が悪化してるみたいで、動けそうにない？いつきさん、今どこにいますか？かなり遠いわね。でも、走ればもしかしたら。行こう。まだ間に合うよ。私たちも行こう、モモ。うん、先輩、待っててくださいね。アイルンさん、マシロさん、置いてっちゃいますよ。ユウキちゃん、なんだかルンルンしてる。アイルン負けないぞ。今度は私が君を見つけるから。走ることに関しては誰にも負けないよ。待ってて。今日いっぱい歩いたもんね。大丈夫、ゆっくり行こう。ヤツバさん、それに他の姉妹の皆さんも。イツキから事情は聞きました。急ぎましょう。ごめんなさい、私があんまり早く走れなくって。ヤツバさん、先に行っててください。私たちは後で追いつきますから。お二人はいつも一緒なんですね。四つ葉さんたちと同じですよ。大切なのは、桃と一緒に先輩に会いに行くことですから。なんだか本当の姉妹に見えてきました。先輩にもよく言われるんです。アイルンさん、ニノさん、こっちの道の方が近道みたいです。驚いた。最初はあんなに怯えてたのに。だってニノさんが言ってくれましたよね。たとえどんなに目の前が暗くても怖くても前に進むしかないって。そうね、うつむいてる時間なんてもったいないわ。そうだよ、アイルンを輝かせてくれる花火みたいな存在だから。それにアイドルがファンを待たせるなんてダメダメなんだからね。ねえミクさん、私ね、時々不安になるんだ。彼、誰にでも優しくて、だから彼にとっては全員変わらないんじゃないかって。自分が好きになったものを信じろよ。前に風太郎に言われた言葉、真城さんが信じるものは何？私の信じるもの。そっか、そうだよね。ありがとう、ミクさん。何色を選ぶと思う？そもそも伝説のこと知ってるのかな？確かに知らないって可能性も。どっちにしてもみんなは色決めてた方がいいんじゃない？いちかさん、たかが伝説されど伝説、何も変わらないかもしれないけど、
何かが変わってしまうかもしれない。だから後悔のないようにね。そうですか。いつも大変な毎日を送っているのですね。でも彼女たちがあなたを必死に探す理由が分かった気がします。あなたは彼女たちにとって必要な存在なのですね。あ、よかった、間に合ったようです。それでは私はここで。ああ、最後に一つだけ。最後に上がる花火の色は何色でしょうか？先輩！見つけた！つーかまえた！探したんだぞ！アイルンさん、足を怪我してますし、そんなにしたら。もう、遊園地のバイトがあるなら行ってくれたらよかったのに。そうよ、おかげでこんなに走る羽目になったじゃない。ごめんなさい、だってどうしようかな。嘘、怒ってない。だってこうして会えたから。これも四つ葉さんたちのおかげなんですよ。ここに来る途中も、モモのことを背負ってくれて。ね、四つ葉さん。俺、いない？他の四人も。あや、さっきまで一緒だったのに、どこに行ったのかな。パレード、もうすぐ終わるわね。本当だね、間に合ってよかった。私、決めた。アイルも！あの色だったらいいな。悩むけど、これかな。ゆずちゃん、ドキドキだね。うん、でもちょっと楽しみかも。これはただの伝説でも、もしかしたら。あ、最後の花火。これにて一件落着かな。そうね、四つ葉にしてはお手柄なんじゃない。本当に？もっと言って、もっと言って。西欧のみんな嬉しそうだね。あの子たち、あんな顔するのね。すごく頼りにされてる人だって言ってたよ。お待たせしました。お疲れ、いつきちゃん。彼どんな人だった？どんなと言われると難しいですね。ただ彼もまた彼女たちを大切にしていることは分かりました。そっか、伝説のこと気にするはずだよね。伝説？あ、私といつきちゃん以外は聞いてなかったんだっけ。実はこの遊園地の花火にはさ。なるほどね、それであんなに。
大切な人。ねえねえ、それって女の子同士でもいいのかな？大切な人であれば性別は問わないのではないでしょうか。ああ、そういうこと。じゃあ、五人せーのでいよっか。私、もう決めた。パンフレットの二の舞にならないといいけどね。本当にやるの？やめといた方がいいと思うけど。まあそう言わずに、せっかく五人で花火を見に来たんですから。ほら、早く決めないと花火終わっちゃうよ。わかったわよ、決めた、決めたってば。あ、打ち上がった。じゃあせーのでいくよ。せーの。